どうも、お酒は私になってきませんです。こんばんは。今日は2021年9月の8日でございます。今日はホッピングジューシーニューイングランド IPA イーストコーストスタイル、アルコール 6% です。飲んでおります。今日リセット、明日にホップ。やっぱり IPA が好き。ジューシー IPA は小麦麦芽や大麦を踏まえ、無添加の濁りが特徴。トロピカルのホップの香りを楽しむ濁りの IPA、 東海岸ニューイングランドスタイル、軽くて甘口、今日リセット、明日に弾んでホッピングってことだね。ありがとうございます。確かにビールかホップの香りはすごいけど甘い。トロピカルは確かにビール苦手な人だけど、ビール挑戦したい人、おすすめです。ありがとうございます。はい。ということで、第三国志いきなり行きますけど、今日はですね、来ました。大型アップデートの更新、お知らせということで。はい。ありがとうございます。昨日動画をね、出した直後にね、ここ来てましたね。はい。ありがとうございます。ということで、ちょっと一日遅れではあるんですが、今からバッチコーリー紹介していきたい。その前に忘れてた、9月11日今週土曜日ですね、21時から、第3回の非公式オンラインオフ会月夜の宴が開催されます。左上にね、広告流れておりますけども、私と疾風の剣さん、ミラーさんでね、やるんで、はい、いろんなね、豪華商品かな、当たるかもしれませんので、ぜひお越しください。会場は私のね、YouTube チャンネルでございますんで、よろしくお願いします。はい、ということでいきましょう。2021周期大型アップデート更新お知らせということでね、さあ、いつもの日本語を突っ込んでまいりましょう。親愛なる主公の皆様、秋の声が聞こえる美しい季節が到来しましたね。はい、4周年周年祭はもう無事終了しましたし、もう中学生、はい、5年目に入る第三国志インフィニティボーダーズはこの柔らぎな秋の次の大型アップデートを迎えますと。この涼しくてのんびりしている秋に、どんだけ秋やね、柔らぎか、涼しげか、のんびりか、はい、アップデートの主な内容をご紹介させていただきましょうということでございます。いいね、いいね。まずは新武将紹介、はい、今回更新される内容の一つは、二人の武将関劉表、食、加工派が第三国志の戦場に入ろうとします。これからまさに入ろうとします。よろしくお願いします。劉表ですね。劉表来ました。はい、劉表なんですが、初期戦法だけ出てますね。はい、レベル10の効果、自身が第2、第4、第6ターンで行動する際、自分全体の知略防御が80上昇、知略影響2ターン継続、武将がダメージ、これ右上のこのゲームダウンロードちょっと見えにくいな、こっちか、武将がダメージを与えるごとに自身のこの効果が8分の1低下していくということですね。はい、ちょっとまだこれだけじゃ分かりにくいことありますけどね。まあ、かなりステータス上がるんじゃないですか。はい。この2ターン継続する武将がダメージを与えるごとに、自身のこの効果が8分の1低下していく。自身のってこの流氷ってことなんですか。でこれ全体が上がるんですよね。全体が爆上げするんですよね。8分の1低下していくのは、それぞれダメージが与えたごとに、それぞれの武将が低下するのか、流氷が低下するのか、ちょっと分かりにくいところあるが。はい、2ターン目にこれね、発動する、ね、2ターン継続。でも、こう、低下してもまた4ターン目には、これは、また、リセットされて上がるってこと？いや、難しいな、これ。ちょっと難しいぞ。ただまあ、ステータス、バカ上げな感じなんで、なかなかいいんじゃないですかね。ここまでステータス爆上げするのなかなかないですよね。防上5度ぐらいかな。防上5度はね、かなり上がりますけど。はい。
地略影響だから80、まあ3桁超えるのかな。なんか強そうですね。ロマンありそうですね。です。新武将職、加工派。です。ということで、レベル10効果ですね。敵単体に物理系攻撃 100%、120% ダメージ。さらに対象は物理系攻撃ダメージが 15% 増加。この効果はスタック可能。戦闘終了まで持続。なるほどね。まあ、ダメージ与えて、その物理ダメージが上がる。まあ、酵素みたいな感じだね。はい。これは、まあ、手動だね。あれ、さっきのはあれか指揮か受動かはい。まあ、多分ね、ソフトリンでは実装されてると思うんで、そこ調べればね、わかると思うんですが。はい。で、この二分章の分析戦法ですね。レベル10効果が、一旦準備後、敵軍複数に、桜系攻撃ダメージ率 250% 地略影響。さらに対象は、地略速度が25低下地略影響。2ターン継続。なるほど。ダメージプラスデバフみたいな、まあオーソドックスな感じ。まあ速度をね、結構低下させてくれるっていう部分ではなんか使えそうな気もする。よし。行こう。ってことでね。はいはい。EX つけます。はい。征服勝負調整来てますね。1、2、3の上に4が追加されるということでございますね。4つの勝負は、勝負回数、無料、半額数を共有しますって書いてあるよ。おぉ。ということだ。はい。ということで、EX 来ます。EX 来るよ。EX は、どうだ？馬体、東白、宗神、立候、孫昌子、脅威、格好号です。はい。ということは、孫昌子と脅威祭りが展開されるということでございます。おめでとうございます。はい。まあ、ここに、新武将が入ってくるってことですよね。え？入ってくるよね。はい。ああ、なんか分かりにくいと書いてあるけど、まあ出てくるでしょう。はい。あ、次に行きまして、画像ストア更新ということで盛り上がってますね。はい。技能順位 SP、技能巨長、職の宝刀、軍の長寧ですね。今日追加されてましたね。はい。もう出てましたね。はい。出ておりました。で、やっぱり盛り上がってるのは宝刀かな。なんか俺は最初当てたはずなんだけど、いないんですけど。宝刀めちゃくちゃかっこいい。ちょっとね、うん、今の宝刀僕もあんまり好きじゃないんだ、うん。順優は、今のがイケメンな感じだし、巨長はね、なかなか使わねえからね、みんな。それ長寧。長寧は割れるんじゃないですか。まあ、長寧はね、露出度最強のロリロリ娘。うん。あれもあれはいいですからね。うん。これもまたいい。でも長寧、僕、サバカ3体いますが、本枠は0ということでございます。よろしくお願いします。秋分の日イベント、喫茶、養生でいいんですか？これは。まあ、要するに、ログボみたいなもんですね。ログボ。なんかちょっとしたイベントのログボと、毎日茶を煮出して飲んだ後玉を獲得できるというね、うん。普通にログボでもいいんじゃないかという思いはあります。前回のさ、4周年のマジひどかったよね。なんなんあれ。めちゃめちゃタップしたもん、わからない。ババババ。あんだけタップしたのはね、つむつむ以来っす。ほんと。つむつむ以来タップしました、あんだけ。それでもね、なんか、わけもわからず、なんか勝手にね、なんか適当に押したら当たったとかね。もう当たらないこともありましたから。何や何やらわけわからんっていう。普通に6棒でいいだろっていう思いもあったりもします。はい、もうちょっと楽しませてくれるミニゲームだったらいいけどね。はい。ということで、13週分の更新ということで、はい。なんか、見た目変わるのかな、うん、これはジョーよ。生徒シーン、ああ、明らかに違うね。生徒は、なんか、いいね。水の都みたいな感じになってる。シーン王は、山の都みたいな感じになってる。そんな感じです。はい。天候システムです。新たな天候システム来てますね。はい。風。風が来るのか。
風が飛んでくるのか。はい。風、めんどくせえな。はい、飛んで、燃費、計略の消費時間プラス 30%。出発地の行軍距離の制限が 50? うわぁ。うわぁ、めんどくせえ。めんどくさい。防止効果1マス影響ってことは、これもあれか?隣接1マスじゃなくて、自分のとこだけしか防止できないとか、そんな感じ?いやぁ、めんどくせえなぁ、それ。嫌だ。はい。で?聞いた。切り来たね、ノーム。ハチジンズだっけ?ハチジンズね。ハチジンズという分が常設されるってことかな?はい。霧が起こっちゃうってことですね。視野が狭まるっていうことですね。です。で、この気になってるペディアページですね。ヘルプ画面にペディアページを追加されますと、ペディアページにおいて、コミュニティってなんだ、コミュニティの入り口、近頃更新、情報紹介の上にゲーム攻略を早く検索でき、ゲームルールも早く熟知できますと。最新の情報バナーでは、主公の皆様、近頃の更新内容、および他のプレイヤーのゲームに対する心得も確認でき、また第三越し物語バナーでは、常に好評、いっぱいある、夢いっぱい、いっぱいある物語、イベントを確認できますと。旧告知バナーはヘルプマネージャーだろうね。はい。まあ、ヘルプ機能に関してはね、ずっと言われてます。前回の公式オフ会のね、もみおみ先生が、結構ね、突っ込んでましたね。チューニーさんも、これは愛のある、ね、ご意見なんでしょうというフォロー入れてましたけど、はい。厳しい突っ込み入ってました。頼んます。はい。先方品質が、まあ、SA、BCD に分かれると。はい。効果は関係なし。陳情も、こんな感じか。はい。ということで、秋の大型かわかんない、中型か小型かわかんないけど、アップデートきます。はい、ということで、僕はまあ、新部署はもう、無理。無理。ログーボも、無理。ストアも、無理。秋分の日も、普通。ということで、風と霧もうざい。ということでね、ペディアページ、これに期待しましょう。はい、ということでね、まあ、こうやってね、でもアップデート来てたら、ね、いいですよね。で、大型化アップデートの時は、先方とかね、武将の、その、ね、強化とか、そういうのもね、来てほしいな、っていう思いはあります。連携とかね。はい!ということで、秋です。ね。哀愁の秋でございます。はい。よろしくお願いします。お酒は立ち直ってきませんでした。